ドラ学は日本に伝わった系統不明の画学の一種である。ドラについては、単羅か、あるいは中央アジアの大化、あるいはタイに存在したドバーラバティ王国に否定する説などがあり、定説を見ていない。学史の数は、霊衆下に引用されている、画学大族終わり清田理説では、毎詞、歌詞、各一名ずつで、周り前から六人のうち、 二人で刀と盾を持って舞い、四人で矛を持って立つ、九刀舞から二十人で舞う、なきん、女舞五人のうち、三人が舞人、二人が花鳥を演じる。半、外女を奪う舞いマイナス二十人のうち、五人が功を表して刀を帯びるというものであった。ドラ学は天平商法四年四月の大仏海岸会にも演奏されたという、の中に、 バーリ、キュー太の小族とたちが保存されており、バーリの仮面は東大寺に残されている。俗に本記によると、天平3年6月に画学寮の脱落性の因を定むとあり、これにより、落成の数が決められている。それによると、ドラ学は62人であるが、上実の終わり清たりの説によると、毎市、歌市を除く、毎人の数は51人となっている。 学士の数は、大道4年3月の格でも、ドラ学士二人、鈴見氏、舞氏とあり、変更されてはいない。天平法治7年1月の牧会氏の共王の際に、ドラ学は、東学、林遊学、その他、東国、早戸の楽と共に演奏されており、その折に、朝廷は、安氏の乱で、唐の皇帝、元奏、祝奏が、相次いで崩御したことなどを聞かされている。 ありがとうございます。